シーン。これはな、ドラゴンじゃ。ドラゴン？あれは彗星かと思います。騙されたらしき。まあ、近くで見るまでわからねえだろう。この国にしかいなかったらわからねえことは山ほどある。たくさんの国へ行き、たくさんの人と会え、そして友達をたくさん作りなさい。友達？この世で一番大切なものじゃ。どんな時でもお前を支えてくれる。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。マイケルのことか。僕、涙は出ませんよ。機械に心はありませんから。誰にでもあるものじゃよ、心は。今日の動画のアップロード完了っと。ねえねえ、レベッカ、次はどこ行く？あのね、この星、惑星グランベルって言うんだけど、星一つが丸ごとテーマパークなんだ。でもガイドに寂れたテーマパークってある。100年客が来てないらしいって。逆に誰も動画に撮ってないってことよ。こついでに目いっぱい楽しみましょうね、ハッピー。になってくれ、俺と友達。ナルト！それでシキはなんでいきなり友達？死んだじいちゃんが友達いっぱい作れって言ってたからさ。だからっていきなりすぎてびっくりしたわ。知らない奴に会うの俺初めてなんだ。ここのみんなとは全員友達だからさ。酒場のミトラ、仕立て屋のジョン、そしてこいつがマイケル。よろしく、レベッカさん、ハッピーさん。お前らはどこから来たんだ？ブルーガーデンって言ってもわからないよね。俺も行ってみてえな、他の国。この島出たことないの？俺ここでみんなの修理してるから
もし俺が出て行ったら機械直せる人。ちょっと全力で寝る。急に寝る系？急に寝る系なの？変なの？なんでこんなところに人間が一人でいるんだろうって顔だね。式は特別なんだ。さあさあ、もう遅いし、今夜は2階に泊まっておいて。その前に、こいつの髪切っていいですか？僕たち人間のセンスわからないし、いいよ。じゃあ。上主様、あの娘は。分かっておる。時は来た。俺の髪がなくなった！マイケル、大変だ！って誰もいねえ！あれ？みんなどこ行ったんだ？広場の方がうるさいな。行ってみるか。朝から大勢集まってんな。なんかあったのか？おい、何の騒ぎだよ。レベッカ！シキ、目が覚めたら縛られてたんだけど。上司様、そいつは俺の友達だ。我々は100年この時を待っていた。この人間は消す。そ、何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも上司様に何とか言ってくれよ。人間は敵、我々を見下す。道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間、我々は人間どもに復讐する。この世界、人間は全て敵。敵じゃ。なんて、みんな友達だろ。やめなさいよ。もう友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械。やるぞ！その力見せてもらおうか。じいちゃんが言ってたんだ。お前のために涙を流せる友達がいたら、そしてその涙のために戦え。俺は式だ。式のあの力、戦国時代の力、エーテルギアだ。使える人がこんなところにいたなんて。終わりだ。重心、落ちる。無駄だ。機械の正確な射撃を人間の能力でかわすことなどできん。俺にならできる。お前にできる。この島から出ていく。お前ら、行け！あんたは？俺は、残る。いいから来なさい。友達でしょ。これ、他の国に行く船じゃないのか？船だけど、外を見て。
ここは桜コスモス。これは宇宙をかける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら、星がいっぱい浮いてて。うえぇ、これが宇宙。シキは無事宇宙へ行ったか？うま、機械の我々は止まってしまう。こんな星に。魔王様に式を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。みな、良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でもこんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。なっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな、みんながいたから寂しくなかった。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部、重力のエーテルギアを持つ少年が、彼にはこれからどんな後に大宇宙に名を残そう。